だろう動き方が普通に動きないような感じしますね興味深い映像が今巷をざわつかせていますその映像がこちらです <noise> もう一度画面左から右へ光る物体がものすごい勢いで移動していますこれは昨日 午後6時半過ぎ福島県いわき市小名浜に設置された FNN のカメラが捉えた映像です今年最後となる満月を撮影中偶然光る謎の物体が映り込みましたもしかしたら飛行機なのかなとも一瞬思いますけども雲に見え隠れしながら飛んでいくんででくすよ私のカメラマン人生の中でも初めてですねああいう物体を撮影したのは。 映っている時間はわずか6秒夜空に突然現れ右斜め上に進み雲の中に消えていった光る物体確かに飛行機のようにも見えますが飛行機の可能性っていうのは飛行機見て少ないということが言えるかと思いますこう断言したのは元パイロットで航空評論家の小林博之さん 上下に衝突防止灯といって、赤、または白い光が、これが点滅してるんですけど、それが全く見えないとい、左から右に動く速度、飛行機にしては少し速すぎるという飛行機の可能性が低いとなると、宇宙から来たあれ <noise> そこで取材班は 福島市井の町へ数多くの未確認飛行物体の目撃情報が相次ぐこの町にあるのが井の UFO ふれあい館あの映像を館長に見てもらうと初めて見た本当驚いたよく流れ星とかいろいろ言われるんだけど流れ星はねあのやはり身からしたとか